その他競馬レース展望です。この時間は8月24日木曜日の展望を行います。解説はデイリースポーツ中山真嗣さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。サマー競馬が先週で終わりまして、今週から通常のデイ競馬が再開しております。明日木曜日も開門時刻は朝10時となりますから、どうぞご注意ください。ちょっと我々も生活リズムをね、戻さないと。はい、大丈夫ですか。まあ、大丈夫ですけど、大丈夫ですか。騎手はジョッキーは暑さが厳しそうですね。やっぱりね、早い時間帯のレースになりますとね、余計に暑さを応えるというところです。で、今日水曜日の開催の4レースで吉見正幸厩舎開業ということで初戦迎えました。はい、3着でしたけれども ね、 そうですね、上々の立ち上がり。そうですね、まあ、初勝利まで近いだろうなと思いますね。そうですね、はい。明日木曜日も2クラ、2頭出走ということになっております。さあ、では明日の展望を参りましょう。明日全部で12レース行われます。11レースと10レース、この2つを展望していきます。では11レースから見ていきましょう。こちら8番のキンタムチャチャ、田中学騎手から笹原智弘騎手への乗り換えがもうすでに発表されています。田中学騎手、ちょっと腰痛また発症したということでね、水曜日の騎乗全部取りやめになりました。で、明日ももう乗らないということです。それから水曜日は大山慎吾ジョッキーもね、こちらの肩をちょっと痛めたと、ごめんなさい、首ですね、首の痛みを訴えたということで、ちょっと乗り換えをね、あったんですけども、ちょっと木曜日に関してはまだわからないということで、一応今のところは騎乗予定と聞いてますけれども、明日どうなるかはまた明日の発表をお聞きいただきたいと思います。ではメインレースいきましょう。ひまわりの里、佐用町、佐用特別 C1 の 1230m 12頭です。中山さん、印こうなっています。9番のトモジャスティスに本命入りました。はい、今回リフレッシュ休養明けということですが、もう一回5連勝中ですね。そうですね、休養挟んで5連勝で、まあ、その成績通りに鉄砲掛け、ポン掛けも効くタイプですから、はい、ここは中心にしていきたいなと思いますね。うん、まあ、森下調教師も時間をかけてしっかり調整して仕上がりは悪くないということで、そうですか、まあ、連勝できるものだという前提で喋られてましたので、まあ、いい仕上がりだと思います。はい、前走に続いての C1 戦ということでね、はい、クラスも変わらずで57キロもすでにもう克服済みというところ、あとはまあ休み明けだけなんでしょうけども、そこはもう調教師の声として問題ないということですから、そうなるともう本命打たざるを得ないという感じですかね。トモジャスティス、ここは5連勝中の馬から入りたいということです。で、対抗評価が1番のグリモワール、こちらは C1 に上がってから4連続馬券絡み、ただ勝利がないと。そうですね、前面につけて先行していい競争続いているんですけどね、まあ、最後の一押しが足りないと、まあ、でも田中調教師、まあ、いい意味で状態は平行線ということで、まあ、最後競り合って集中力そこ持つかどうかだけだと思うんですけれど、まあ、それでも絶対に最後まで勝負すると思いますので、ちょっと外せないですよね。はい、はい、グリモワール対抗評価。それから11番のホープケツァール黒三角、こちらもね、惜しいレースがずっと続いてるんですね。そうですね、前走、ね、初めての1230m 戦で、後ろからの競馬になってしまったんですけどね、それでも見事に立ち回って2着来ましたんで、そうですね、まあ、意外とこの距離合ってるのかなと、はい、スピードのある方が、忙しい競馬の方が、まあ、それで期待しています。はい、前走1230メド立てたというホープケツアール3番手、それから2番ボブテール4番手、こちらもまたね、金層はずっと4着以内ということで検討はしてますけどもね、まあ、戦2の距離の方が、まあ、向いてるタイプですし、はい、で内枠の方がいい競争しますので、ここはちょっと見直せるかなと思いますね。はい、久々の1230ですが、前回使った時に勝っているというね、ボブテールです。でもう一頭印が6番のミルト・イグニス、こちらはちょっと着順前走落としちゃいましたけども、そうですね、それでも状態はずっと上向いてきているということなんで、はい、あとは展開がもう一回だけかと、ね、それだけのことだと思いますので、まあ、前走はちょっと、進路取り阻まれたところもありましたから、まあ、そうですね、不利もありましたのでね、はい、まあ、8着という着順は別に気にしなくていい、はい、というところでしょうかね。そうですね、出来落ちではないですから、はい。ということで印は以上の5頭ということになりました。これ展開面としてやっぱりもうトモジャスティスが行く展開になりそうですか。そうですね、トモジャスティス、グリモワール、1番、まあ、3番のビーガン、ビーガンあたりが、まあ、枠入りに、うちがどこまで、うちの、ね、2頭がどこまで抵抗するかだと思いますけど、はい、まあ、トモジャスティスとしてはうちに抵抗されたとしても外2番手でも十分力は発揮できそうですかね。そうですね、まあ、というか鼻取りに行く前提で、まあ、ずっと鞍上は変わらず変わらず騎手ですから、そうですね、思い切っていくとでしょうからね。そうですか、はい、さあではフォーカス見ておきましょう。
ここ9番トモジャスティス頭固定ということで、また信頼、はい、信頼でいきたいと思います、はい、印入れた4頭に流す馬券で計12点買いということです。11レースひまわりの里佐用町佐用特別スタート4時15分です。で、もう一クラ10レースの予想です。こちら3歳以上 C2 の1組です。1400m 戦10頭立て、こちらもジョッキー変更出ています。5番の除血田中学ぶ騎手から下原治騎手に変更発表されております。さあそれでは印見ていきましょう。ここ5番の除血にまず本命入りました。休み明けから3着2着と来ています。そうですね、あの前走2着も、名村オリビアまあ、とずっと離れそうですね、はい、激しいレースで、まあ、いい競争だったんで、まあ、それだけ状態もいいですし、まあ、堀調教師も前走ぐらい走れば今回も大丈夫ということなんで、うん、まあ、今回相手関係ならチャンスだなと思います、はい。今回休み明け3走目、まあ叩き休み3走目であと高級3走目ということにもなりますんでね、はいはい。ここでは力が上という除血、はい、まずは本命印。それから6番の宝生マーニ、こちらは中央から転入後2着が2度続きました。そうですね、あの2番手につける、まあ、いい競馬をしてね、惜しいところがついてる、まあ、藤川長者と2戦とも勝った相手がちょっと強かったのでということで、はい、まあ、この宝生マーニ自体の状態は悪くないので、うん、今回はチャンスがありそうかなということなんで。そうですか、はいはい。まあ、抜けたらいいですから面白いと思いますね。宝生マーニも期待ということで対抗評価です。それから10番のライバル、こちらが中央からの転入初戦ということで吉村ジョッキーとのコンビです。そうですね、まあ、ちょっと中央の成績はね、それほど目立ったことないんですけれど、はい、まあ、それでも転入初戦からいきなり、まあ、吉村騎手を敗してくるということは、それだけ手応えがいいということでしょうから、期待があるんでしょうね、はい。まあ、これちょっと、期待していきたいと思いますね、うん、はい。でそれから白三角1投目が9番のワンダージュノ、前走休み明け高級3着でした。そうですね、まあ、9台での走りだったと思いますね、はい、長くいい足を使いましたし、うん、まあ、叩き2000名の上積みも見込めますから、ここは、しっかり最後いい勝負絡んでくるなと思いますけどね、はい。ちょっと最近スタートが決まってないんでね、そうですね、はい、スタートを決めたいというところでしょう。それから8番キーチオータム、3歳馬ですが小馬戦3度目2着4着と来てます。そうですね、3歳馬同士の時はね、まあ、先行する競馬だったんですけど、小馬対戦するのだから足を貯める競馬で検討してますんで、はい、うん、まあ、ここはちょっと3戦目で相手関係も慣れてきて、はい、ちょっと一発秘めてるかなと思います。はい、ということで印は以上の5頭、5番、はい、6番、10番、9番、8番という順で入りました。これといった逃げ馬いないんですよね。そうですよね、だから逆に先に飛び出した方が自分のペースを築けるかなと思いますね、まあ、時計も早くならないでしょうから、はい、余裕を持って、まあ、5番除血も6番宝生マーニも共に行こうとするんでしょうかね、はいはい、おそらくそうなると思いますね、うん、はい。5番除血は下原騎士乗り換わりで、6番宝生周りは鴨宮騎士、鴨宮騎士ちょっと4日間ね騎乗停止もらってましたんで ね、はい、明日木曜日から復帰ということになります。さあではフォーカス見ておきましょう。ここも3連単で12点買い、除血頭固定ということで、はい、あとは印入れた4頭に流す12点買いということでまとめていただきました。10レースのスタート時刻は3時40分となっています。冒頭でもお伝えしましたが、吉見正幸調教師41歳、開業初戦を今日水曜日迎えました。で明日木曜日が2クラということで、7レースと9レースに出走馬予定をしております。もともとはね吉行多層級者のね、はい、番頭休眠ということでかなり腕利きの休眠というね、はい、そんな印象もありましたけれども、東高ヴィーナスなんかをね手掛けていたという、はい、その吉見調教師がこの前までは調教補佐としてね、松平厩舎にいて、はい、そして調教師として開業して初陣を迎えているということになります。今後の活躍というところ、まず初勝利も注目ということになりますので、どうぞご注目いただきたいと思います。ここまで解説はデイリースポーツ中山真嗣さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。今週からデイ競馬再開しております。今後ご覧の日程です。どうぞご期待ください。